さあ2人目の相手です。このバトルも冷静な判断で勝利を確実にしたい。勢いのある攻撃、おーっと一発目から猛烈な当たり。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここで風鈴の登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。おっと防ぎタックル、鋭い当たり。おっと一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでフリーターの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、きつい一撃。おっと催眠術、おっと効かない。さあ熱戦が続いております。これはどうだ、大きなダメージ。あーっとダウン。ここで試合終了。すぐ後にはジムリーダーが待ち構えているぞ。バトルの指定に移って、さあ手始めに急所に当たった。あーっと自爆した、大きなダメージ。あーっとダウン。あーっと両者共倒れだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでミュウの登場だ。ここでベトベトンの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここでサイコキです。おーっとポケモンの選択を誤ったか。おーっと爆発した、激しく当たった。あーっとダウン。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでナッシーの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、緊迫した戦闘が続いています。おお弱点をついた。さあここで、おっとこれは外れ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで猛烈な吹雪、狙い的中。おっとダウンだ。ここで試合終了。
チームのジムリーダーカツラとのバトルです。カツラは炎ポケモンの使い手、軽い気持ちで挑むと火傷します。おっとポケモンチェンジ、このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここでピクシーの登場だ。さあ手始めに急所に当たった。さあ激しいバトルです。ここで波乗りだ。よし、あっとダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでポケモンをチェンジだ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃、おーっとポケモンの選択を誤ったか。さあこれは急所にヒット。さあ熱戦が続いております。これはどうだ。決まった、効果的な当たり。ここでダウンです。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでウィザードの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。あー狙い的中。さあ今度は強烈な一撃、両者とも大健闘です。いったー、弱点をついた。あーっと力尽きたか。ここでステージクリアー。このジムバトルでの最初の相手です。確実に勝利をものにしたいところ。バトルの指定に移って、激しい攻撃、大きなダメージ。おっと嫌な音攻撃、おっと防御力がダウン。さあ激しいバトルです。おっとステミタックル、よし、あっとダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでドードリオの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。ここで猛烈な吹雪、おーっとポケモンの選択を誤ったか。おーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。
ここでゴルバットの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ、弱点をついた。さあこれはいい感じの当たり。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。いった、いい当たり。おっとダウンだ。ここで試合終了。このジムバトル2人目の対戦相手はどのような戦略で来るか、頑張って勝利したい。おっといきなりのポケモンチェンジです。ここでレアコイルの登場だ。さあまずは効果は今一つのようです。さあ熱戦が続いております。さてさあこの場面で鋭い当たり。激しい攻撃。おっと当たりません。両者とも大健闘です。さあこれはよし当たった。あーっとダウン。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでニョロボンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。勢いのある攻撃。おーっとこのポケモンではまずかったか。おーっと一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。さあもう後がないぞ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。この攻撃狙い的中。さあ今度は急所を捉えた。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで最高気です。急所に当たった。おーっとダウンだ。ここで試合終了。